2アウト1塁2塁のピンチ。ここで5番川又に代打線へタイムリースリーベースを打たれ、中日にあっさりと2点を先制されます。3回途中でマウンドを降りた増谷に代わって登場した宮本もランナー1、2塁から6番大砲にライトスタンドへ第24号のスリーランホームランを叩き込まれ、一気に突き放されます。さらに宇野のフォアボールなどで1塁2塁とされた後、立浪にもタイムリーツーベースを打たれ、この回一挙6点、8対0と大きくリードを広げられます。続く4回、今日3番手の甲田も主砲落合に第34号のツーランホームラン、まさに技あり。落合ならではのホームランで10対0となって、早々と試合を決められてしまいます。その後巨人も4点を返しますが、7回には甲田、篠塚、そして名手の河合までもが3連続エラー、目を覆うばかりのプレーが続きます。結局11対4と大差で敗れた巨人、明日以降の切符の売れ行きも心配になってきました。ドラゴンズ入団後、華麗な守備、そして高打俊足の二塁手として21年にわたってチームを引っ張ってきた高岸、引退後はコーチ、二軍監督、そして昭和61年にはシーズン途中から監督代理を務めました。ユニフォームを着るのは5年ぶりとなります。ドラゴンズでね、長年お世話になって、まあ、今あるのもそのおかげですし、それじゃあそれなりね、私なりにやってみようという、まあ、決意をしたわけですけどね、とても星野監督の真似はできませんけれども、まあ、私なりの野球をやるしかないということですね。なるほどね。花道を飾るためにも、あとはかすかな望みではありますが、優勝という二文字を送りたい中日。ところが先発の90連ドラフト1位小島が2回、ピッチャーの桑田に犠牲フライを許し、1点を先制されてしまいます。しかし昨日も大爆発した中日打線は4回に3番ライアルがタイムリーツーベース、これですかさず同点に追いつくと、5回には8番宇野、左中間へこちらもタイムリーツーベースを放ち、中日が2対1と逆転。そして迎えた7回、星野監督は好投の小島から89年ドラフト1位の与田にスイッチと、1点を守りきる必勝リレーに出ます。しかし7番ゴンザレスに2試合連続の8号ホームランを浴び、2対2の同点とされてしまいました。さらにワンアウト3塁と逆転のピンチを迎えると、今度はなんと88年ドラフト1位の今中にスイッチ。かつて星野監督自身が1位指名した3投手のリレーで、この試合を、そして逆転優勝に向けて執念を燃やします。さあ意地の豪華リレーが成功するか。迎えるバッターは2番河合、打球は無情にもセンター前へ、星野魂虚しく3対2と逆転されてしまいます。一方中盤以降すっかり立ち直った巨人桑田は、終わってみれば堂々の完投でハーラートップに躍り出る15勝目、星野監督にはなんとも寂しい夜となりました。加藤オーナーに来季の監督に就任するという返事をし、今日の午後報道陣の前に姿を現しました。長年お世話になって、まあ、今あるのもそのおかげですし、こういうことになった以上、まあ、これはとても星野監督の真似はできませんけれども、まあ、私なりの野球をやるしかないということですね。高岸は昭和35年に県立岐阜商業から中日ドラゴンズに入団、三拍子揃った内野手として活躍し、特に守備については定評がありました。昭和55年に21年間の現役生活にピリオドを打ちましたが、その後二軍監督やコーチを歴任、昭和61年には休養した山内和弘監督に代わり代理監督も務めています。ビル・ブラッドリー外野手が今シーズン限りで退団することが決定しました。バッティング技術だけでなく性格の良し悪しまで何かとクロマティと比較されてきたブラッドリー、1年契約ということで試合前に本人通告と相になりました。そのブラッドリーですが、昨日3番手、今日は先発と連投の今中から第2打席でこの三振、ストライクゾーンでクレームをつけるこんなシーンももう見納めです。さて試合の方ですが、1対1の同点で迎えた5回、巨人はワンアウト3塁から河合がスクイズ、必死の思いで勝ち越しに成功し5万6000人の拍手を浴びました。これに対し中日はというと一発攻勢で大逆襲、7回、3番ライアルが巨人先発牧原から第20号逆転ツーランをかっ飛ばせば、8回には1番立浪が第10号スリーラン、一発の出るバッターの欲しい巨人軍、21本のホームランを打っているブラッドリーを解雇して、来シーズンより強くなれるのでしょうか。